こんにちは、八十四点一メガヘ比ツ FM サレース、八十八点九メガヘ比ツ FM 品川。FDK プレゼンツ、備えるラジオ。番組パーソナリティの木村千代子です。この番組は、日常生活の中で、普段から気軽に取り組める災害などへの備えについて、片肘張らずに語ろうという番組です、えー。今日はですね、先ほど梅雨明けしましたね。いやー、もうびっくりです。関東甲信。 東海、九州南部が梅雨明け、で関東甲信に関しては、過去最も早い異例の早さで、真夏へと進んでまいりました。ね、気温は、ですね、今、横浜で三十・三度六分まで上がっています。 東京の気温は34度7分、まもなく35度に届きそうということで今日も猛暑日になっていくこの暑さ、皆さん体に応えるかと思いますが十分に熱中症対策なさってお出かけくださいね。ねね特にです、ね、このの梅雨明け直後っていうのが体が体まだ 暑さに慣れていませんで特に熱中症にかかりやすい条件に揃えていますので皆さん本当に十分に警戒なさってお過ごしいただければと思いますさてこの番組は毎回テーマを設けてそのテーマに合わせていろんな話をしていきますえこの 備えるラジオですね、FM サルースの YouTube ライブでも同時生配信中なんですね。FM サルースのホームページ、トップ画面のところに表示もされていますので、ぜひそちらもアクセスしてください。また、FM サルースはスマホアプリの FM プラプラでも聞けます。この番組もももちろん生配信中ですぜひアプリもインストールしてくださいね さらに JCB A サイマルラジオでも FM サルースをお聞きいただけるようになっています。インターネット経由でもぜひお聞きください。メッセージの宛先は msg アットマーク fm ハイフンサルースドット jp でお待ちしています。この番組は富士通電池でおなじみ F D K の提供でお送りします。 まあさてもう梅雨も、ね、早々に明けてしまったということでもう今年は暑い夏が長くなりそうです。で先週、熱中症のテーマ、ね、でお届けしているんですけれどもき、まあ、今日のようにもうとっても暑い日、ね、万が一、今災害が発生してしまった場合には普段の備えに酷暑に向けた追加の備えっていうのは必要になってきますよね。そこで今回は 夏の防災備蓄の備えをテーマに夏だからこそ必要になってくる備蓄品などの備えについてお話ししていこうと思いますで夏の防災対策として挙げられるポイントは二つありまして一つはの暑さ対策ですねこれはやっぱり熱中症対策熱中症予防あとあの不眠寝れないとか暑さであと疲れやすくなる疲れなどそういったところがやっぱり暑さ対策として必要になってきます で衛生対策、もう1つが、ね、衛生対策ですね、食中毒予防、本当に食中毒に気をつけないといけないシーズンになっています、あとあの汚れとか匂いなどといったこの衛生面ですね、この2つ、暑さと衛生、この2つの対策をやっぱりしていかないといけないということで。 で、あの暑さ対策の中でもやっぱり一番大きいのは熱中症ですよね。熱中症に対する対策はもうとっても大事になってきます。で、ここであの改めて熱中症ね、この熱中症とはなんぞやというところをお話ししていきます。熱中症を引き起こす要因は環境、体、行動にあると言われています。で、ここでいう環境とは気温が高いこと、湿度が高いこと、風が弱いことです。 体は運動などによって体内に熱が生じたり暑い環境に対応できなかったりということですねで。あと行動に関しては慣れない運動や長時間の屋外作業や水分補給ができていない状況のことです。で環境に関しては、は私たちの力ででどうすることもできません。ですので体と行動の面で対策をする必要があります。 つまり環境がこのような場合には、ね、激しい運動を避ける長時間、屋外にいることを避ける水分、塩分をこまめにとるということが、ね、やっぱ予防につながっていきますね。で特にこの体力のない赤ちゃんや小さな子どもは高齢者はあと、高齢の方ですねこういった方々はより体と行動に気をつけないといけません。 あとは言っても災害時っていうのはまこまめな水分補給ができるほどまたプロ水が配給されるわけではありませんのでやっぱりそこは自分で備えておく必要があります夏の災害対策としてできるようなこと準備しておくこと心がけていきたいことっていうところでじゃあの普段の備蓄に何をプラスしていったらいいかっていうところなんですよね。先ほどもお伝えしたように 水の備蓄量を増やすで、えー、水と並行して経口補水液 OS1 などの塩分を摂取できる飲料を備蓄しておくですねあとまあちょっとあのイオンの入ったそこのあのー イオン飲料といったところもやっぱり災害時汗がたっぷりねやっぱ暑い中汗かいた中塩分も補強できるこのイオン飲料の備蓄っていうのはとっても役に立ちますねでこのあとこのゼリーなどの水分量の多い非常食っていうのもま取り入れるといいと言われていますであとあの直射日光が当たらないよう帽子や UV カットの上着などを防災力に入れておくといいですね と普段からキャンプなどでテントを持っている方はこのいざという時に日よけとして活躍する可能性もあります。こういったものもますぐ持ち出せるように意識しておくといいですね。ま特にあの今のねシーズン夏はレジャーで結構屋外に出かけることも多いと思いますし海や山へ出かけるときにそういったアウトドア用品っていうのは割と出番の多い。 シーズンですなので割とまっすぐにでも取り出せる場所にあると災害時にもそのまま使えたりしますので是非いつもよりも水の備蓄あとはイオン飲料なども置いておく、ね、あと直あ射に1個当たらないような、ね、帽子指カット上着ってそういったものもね是非力に入れておくあとですねあの暑さ対策としてはあの冷却グッズや拭きシートなど このあたりも夏の備蓄品としておすすめですあの災害に備えた食料品や生活必需品の備蓄品をぜひねこの通夜系の今ですね覚悟してあの確認していただいてそしてこの後ですね局地的な雨とか大雨も多くなってくるタイミングになってきます気象情報や警報注意報などの防災情報に気をつけるようになさってください とということで続きは一曲をお届けした後にお話ししていきます。 山下達郎でニューアルバムソフトリーよりチェアアップザサマーをお届けしましたさて引き続き夏の防災備蓄の備えのテーマにお届けしていきますあの先ほど夏だからこそ備蓄品にプラスしておきたいものをご紹介しましたが近年猛暑が続いていますこういった暑さ対策の様々なグッズがね販売されていますよね で熱中症対策としてはもちろん暑い日が続くと不眠になったり疲れが取れにくくなったりしますで少しでも量が取れるようにするには、まあ、このひんやりグッズっていうのがやっぱりあの役に立つお手軽ですよね100円グッズやドラッグあ100円ショップやドラッグストアなどでま手軽に入るひんやりグッズってもたくさんありますのでそういったのも災害時にぜひ活用してみてください例えば電池式の小型扇風機やうちわ で汗拭きシートひんやりジェルマットクールスカーフ叩くと冷える瞬間冷却剤コールドスプレーなどでたくさんいろんなひんやりグッズございますそして夏場は暑さ対策に加えてこの衛生対策ですねここも大変重要になりますで。2016年の熊本地震は4月に起こりましたが 避難所では配給されたおにぎりが原因で集団食中毒というのも発生したんですよね。まこれが国書の中であったらさらに菌の繁殖が進んで被害が大きくなっていたかもしれません。また手洗いの水が断水されていたためバケツで手を洗うなど衛生環境が劣悪になってしまったことでノロウイルスが蔓延した事例もありました。 現在過去の災害の事例を再び起こることがないよう各自治体でマニュアルが改定されつつありますが各家庭での対策が重要になってきていますで特に食中毒の予防は避難所の運営サイドの改革も大きいですが例えば在宅避難の場合もリスクがないわけではありません注意するべきことをお話ししていきます 冷蔵庫が止まったら、腐りやすいものはカセットコンロで速やかに調理し、なるべく早く食べきるようにしましょう。で少しでも匂いがしたり、変色したりしている食品は口にしないようにしてください。食品に触るときは、手を除菌シートやジェルなどで清潔にする。ため水は使わないようにしてください。で、家族間でも同じ食品を食べ回さないようにしてください。 であとこのシャワーも浴びれないような状態が続いた場合は汚れや臭いはあじたともに気になるものですよね特に赤ちゃんや小さなお子さんは新陳代謝も活発なので清潔にしてあげる必要があります清潔を保つためのグッズを備蓄しておいてできるだけ体を清潔に保てるように準備しておきましょう汗拭きシートやお尻拭きやドライシャンプー で携帯用のシャワーやビレといったものがありますので、ぜひ活用してみてください。で、特に断水が起きてしまうと、ウェットティッシュはまあ様々な場面で役に立ちますで。できればアルコール入りの除菌タイプと、お肌に優しい水分が中心のタイプのものと、こう2種類を使い分けられるように備えておくと安心です。 普段からローリングストックしやすいグッズだと思いますので常に備蓄をストックするように心がけてください使ったら買い足すでそれをぐるぐる回していくというので一定量が家庭に備蓄されている状況が保たれる使いながら備蓄していくローリングストックぜひこちらを活用してくださいでまたこの夏場の被災体験ではこの匂いにまつわる話もよく聞くんですよね。 女性は特に匂いがストレスになりやすいです。女性は生理の時などにストレスを感じることも多く、避難生活での匂いで PTSD になってしまった人もいるほどなんですね。特に妊婦さんは普段でも匂いに敏感になりますので、私は気になりそうだなと思ったら準備しておくといいかもしれません。おすすめの匂い対策グッズというのもあります。 ペパーミントやティートリーユーカリなどの抗菌作用の高いアロマオイルを使うあとラベンダーグレープフルーツゼラニーモなどリラックスリフレッシュ効果のあるアロマオイルこれもいいですねあと防臭力の強いビニール袋これはペット用とか赤ちゃん用とかもあるんですがこの防臭力の強いビニール袋があると匂いが広がるということを防げますあとまず消水スプレーですねこれは万能かと思います こういったように匂い対策グッズっていうのもぜひ皆さん準備しておきていただくと快適に過ごしていただけると思います。で、またあのまだまだねこの感染症対策っていうところで、えー、あの新型コロナウイルス対策の準備っていうところまだ必要ですので、特にこの被災時に公的機関による支援が届くまでの目安となる最低 3日から1週間分のマスクアルコール消毒液そして体調管理のための体温計っていうのは備蓄品にセットしておくようにしてください。で、やっぱ備蓄にはこの使った分だけ買い足していくローリングストックも全すべてのものに使えますのでぜひ活用してください。で、またこの避難生活避難所生活っていうのはやっぱ3密になりやすい条件が揃っているんですよね。 で災害の状況や家族の状況によっては自宅での在宅避難や近隣の,あの頑丈なマンションの上層階に一時的に避難することもの選択肢の1つになっていますで災害時の避難方法を的確に判断するためにも防災情報を常に入手できるかを普段から確認しておくようになさってくださいね。 またこのハザードマップを活用して自分が住んでいる場所が災害による危険のある場所かどうかを事前に確認しておくっていうことはとっても大切です。はい、であの水害によるハザードマップ水害のによる被害が大きい場所ね。普段自分の家は大丈夫だとしても自分はいつも通っている。 学校であっったたりり職場であったりそういったところはハザードマップの中では水害のリスクが高いっていうところにもしあった場合そういったことも全部あと親戚の家であったりとか自分は大丈夫だけどじゃあ親戚のお家はそうだからじゃあちゃんと受け入れる準備しておこうとか広く是非皆さん自分のご自宅だけじゃなくて関係のある場所の建物や 住まいなどもハザードマップで一度確認してみるのもいいかと思います。またあの今年の夏はですね、もう暑い日が長くなりますね。もう梅雨明けしましたし、で平年より気温が高くなる予想になっていますので、でこうなると各地で局地的な大雨が発生する恐れがあります。で停電対策に懐中電灯やランタン、あと電池式の携帯の充電器 乾電池などの準備をしておくと安心ですねで、短い時間で家屋への浸水やあと河川の氾濫土砂災害などの災害が発生する恐れもありますので、まあ、この時期は特に最新の気象情報に気をつけるようにしていただければと思いますということでえ今日は夏の防災備蓄の備えをテーマにお届けしました夏だからこそ備蓄品にプラスしておきたいグッズについてお伝えしました さてここで、富士通アルカリ乾電池のフラッグシップモデル、プレミアム S を紹介します。富士通アルカリ乾電池のラインナップの中で、最も長持ちして大電流特性を持ち合わせているのがこのプレミアム S です。すべての使用機器で高性能を発揮します。FDK の独自の技術によって、10年間の長期保存期間を実現しまして、なんと10年間は液漏れ保証があります。 ですので、防災備蓄品としても安心してお選びいただきます。富士通アルカリ乾電池、フリフレフラッグシップモデルのプレミアム S の紹介でした。日本気象協会公式天気サイト天気 JP から今週のお天気をお伝えします。 えー、先ほどからお伝えしていますように、えー、関東甲信地方、ね、梅雨明けしました、その他、まあ、九州の、えー、南部とあと東海もですね、はい、この3地域が梅雨明けしたんですけれどもこの関東甲信地方は平年より22日早く昨年より19日早い梅雨明けで統計開始以来最も早い梅雨明け。 となりました。で、また、この6月中の梅雨明けは6月29日に梅雨明けした2018年以来のま4年ぶりとなっています。ということで今週はですね、えー、暑くなりますね、えー、この先1週間、高気圧に覆われておおむね晴れます。あの、気圧の谷や湿った空気の影響で、この雲の広がりやすいところもある見込みです。 気温はですね、あの最低気温、そして最高気温ともに平年より高く、かなり高い日が多い見込みです。で神奈川、東京ともに、えー、真夏の気温が続きます、えー。神奈川では33度前後の日が続く予想となっています。で熱中症など、などを特に健康管理に十分注意なさってくださいで。降水量は平年より少ない予想となっています。 最新の天気情報は日本気象協会公式天気予報専門メディア天気 JP で確認できます。ぜひ日々のお天気チェックには日本気象協会天気 JP アプリウェブサイト活用してくださいね。 ゴルビーキャレーでバブリーでした今週のプレゼントです今週は富士通アルカリ乾電池ロングライフプラス単一4個パックを抽選で5名の方にプレゼントします住所氏名電話番号番組の感想を明記してこちらまでメールでご応募くださいプレゼントアットマーク f m s a l ッ u s ェ j p メールの件名には富士通アルカリ乾電池プレゼント係と記載してください締め切りは7月3日メール到着分までですたくさんのご応募お待ちしていますそしてメッセージ紹介します兵庫県西宮市男性の方ラジオネームキャロットハンバーガーさんです今回 fdk の製造部門の方のゲストというだけあって電池に関して非常にためになるお話が聞けて大いに参考になりました ぜひともまた製造部門の方からゲストに来てほしいですということでメッセージありがとうございます先日の FDK の鈴木さんにお越しいただいた回ですねこの回にいただいたメッセージですま製造部門ならではの興味深いお話聞けましたね私もあの寒電池は同じ あの種類のものを使わないとあの電力の通りが違うっていうのを知りまして結構私いろんな乾電池バラバラで、ね、あのチャンネルの <laughs> こうリモコンに入れたりとかしてたんですけどあ <laughs> っと思ってちょっと家帰ってからちゃんと揃いようにしました。ね、というように結構のためになるお話もいろいろ聞きましたのでまたね来てもらいたいですね楽しみですね。ということで、えー、また。 来週ですねぜひ月曜日また聞いてくださいねパーソナリティは木村千代子でしたこの番組は富士通電池でおなじみ FDK の提供でお送りしました